日。おはようございます。いや、今日もね、雪ですね。うん、そうなんですよ。ちょっともう出落ち感半端ないんですけど、今日はちょっと一人でやらせていただきます。はい、全然寂しくないよ。うん漫談が始まりそう。いや、みんなね、ちょっと雪に負けてしまった。うん、ちょっとね、僕は東北出身なんで雪平気なんで来れました。はい、うん、くそ、貧弱ホストどもへ。うん、あ、僕は大丈夫だったよ、ありがとう、心配してくれて。うん、だからね、今日はちょっとこのスナーの方とちょっとのコメント拾っていく感じでちょっとお届けしたいなって感じです。はい、いやー、一人ってね、あれだね。いや、僕はいつも基本的にね、単独行動したから、もう全然平気です、一人でも。うん、一人でね、牛丼とか食べに行くから。うん、もう名前変えようかな、もう左チャンネルみたいな。うん、いや、そうなん、今日の企画はねいや、今日の企画さ、考えてたんだけどさ、あれなんだよね、その他になんか仲間がいる前提で考えてたからさ、無意味っていうね。いやー、うん、ちょっとねいや、なんか今日考えたのは、なんかその他のそのみんな、他のまあホストのみんなに、そのホストのコツとか、まあいろいろなんか聞きたい、質問したいなって思ってたんだよね。うん、接客のコツとか、そのトークで心がけてることとかさ。うん、そうなんですよ。うん、だから今日はそうそう、まったり放送だね、30番さははは。学歴だけのホストみたいじゃんいや、そうなんだよ。単独行動はね、いや、俺どこ何でもできるよ。一人でアフリカも行ったし、うん、一人で何でもできるな。うん、本当に場所はようだよ。うん、新宿の、うん、帰りはね、大丈夫です。うん、この程度の雪でね、負けるような軟弱な男じゃないぜ。うん、勉強はね、めっちゃ頑張ったよ。もともと僕、まあ、中学まで落ちこぼれだったから、で、まあ、高校受験し、まあ、大失敗して、まあ、すごいプライドが傷ついて、なんだろう、まあ、見返してやろうとか、そういう思いで、なんかものすごい高校生活も全部犠牲にして勉強して書いたって感じ。うん、そうそう、頑張ったんです。頑張ったんで、ちょっとシャンパン入れても、頑張ったんでシャンパン入れてもらっていいですか。うん、あ、お店は今日も営業してますよ。うん、そう、結構ね、なんか某やんべつの店とかはね、もう閉まっちゃうらしいけどね。今日ぼうちは、ぼうちはね、ちゃんと雪に負けず営業しております。お待ちしてます。うん、あ、そうそう、俺ぶっちゃけさ思ったんだけどさ、少ないよねいや、俺さ、そのホストのさ、常識ってのが分かんないからさ、なんだろう、なんかどんな天候でも、なんか雷が降っても地震が来ても、ホストはなんか営業するもんなのかなみたいな思ってさ、ちょっとまあ歩いてきました。うん、そしたらね、普通になんか閉まってるとこ多いっていうね。うん、リムナシティ雑魚、失望しました。尊敬してたのに。そう、勉強頑張ったからシャンパン入れてください。うんさ、うん、量すごい楽しいよ。うん、綺麗だし、お店は、ボーチェってとこです。このほら、諸星嫌いの横の
VOC ボーチェ、うん、あ、場所ね、場所はゴジラビルの近くかな。なんて説明したらいいんだろう。そうだな、僕のツイッターフォローしていただき、僕のツイッターにその LINE の、スクショ貼ってある、 LINE の QR コードのスクショ貼ってあるから、そこから聞いてください。教えます。好きな女性のタイプ、好きな女性のタイプは、年下、年下で自分よりしっかりしてる子かな。マリコンじゃねえ、マリコンじゃねえよ。あ、ごめん、ボーチェ、ボーチェ、初回、3000かな。あ、でもなんか多分いろいろ割引とか使えばもうちょっと安くなるかも。年下ロリコン出た、ロリハットなんでロリコン、ロリコン攻め半端ないな。ロリコンなのかな。いやー出たうるさいで巻いてくれる。あ、まあ、いや違うんだよね、あのね、なんて言ったらいいんだろうな、もう年齢が上でも見た目がロリっぽければもう大丈夫です。負けます。はい60歳のロリってなんだよめっちゃ矛盾してる。やめとけってきた、そっか、この雪の日だとさ、みんなあんまり出歩かないのか。あ、そう、あのさ、そのホスト、まあ、来てくれるお姫ってなんか結構雨とか雪だとちょっとやっぱなんか足が遠のいちゃうのかなとかなんか思って、何歳までなら行ける。まあゆりかごから墓場までかな。お家でまったり王様見てます今日は。しょうがね。もうセクハラだぞそういうの、よくないぞ。85番ちょっとセクハラ家に引きこもりの日か。いや違い、雪だからこそ出るんだ。ホストクラブにおいで。酒でも飲んでさ、あったまりなよ。いやそうか、いや好きな体位は、まあアームストロング体位かな。好きな体位ね。なんだろう、なんでも好きだよ。なんだろう、まだちょっと、なんだろう、未知って感じです。はい、いろいろ教えてください。ぜひ。好きな芸能人、嵐。いや嵐好きなんだよね。なんかね、もう見てると元気もらえるよね。熱感？熱感多分あるある、あるある。多分あったはず。彼女？いない。いや彼女本当にないんだよね。なんでできないんだろうな。好きなご飯、なんでも好きです。あ、でもすごい大食いだからなんか量が多いのがいいな。なんだろう、なんだったかな、この洗面器みたいなのに入った牛丼とか食った名前、小松哲也に一言ホストやろうぜ。お前出たその101番、彼女いねえってドンキ言ってねえしまたそういうフェイクニュース流していく。トランプ大統領かよ。いやめっちゃ大食いだよ本当に。なんかね、それは
あのスタドンチャレンジっていうのがやってる、それ食べきったらちょっと賞金もらえるみたいなやつだ、うん、ご飯何が一番好き？お姫の作る手料理なら何でも好きだよ、うん、愛が困ってればね、うん、何でも美味しいです。めっちゃ嘘ついたわ今。めっちゃいじられてる。私とは遊びだった。誰だよ。誰だよ私とは遊びだったのって。心、いやそうなんだよね、あのさ本当に本当にね、俺本心からそのなんだろう、可愛いねとかもうかっこいいですねとか言うんだけど、なんかね嘘くさいって言われるんだよね。もともと話し方がそうなんか余興がないからさ、なんか信憑性が多分低いんだろうね、うん、話し方の問題、心はこもってるから、ハートはね、そうそう、お前は遊びだよって。だから誰だよ。話し方ね、ちょっと早く直さなきゃな。好きな勉強は、僕勉強自体何でも好きだけど、なんだろうな、なんだろう、あ、哲学好きだね一番、うん、なんか人間ってなんだろうみたいな考えるのがね、答えのない問題を考えるのが好き、うん、で文系だけど、なんか趣味でプログラミングとかもやってるよ、自分で勉強して、うん、マリアンで抱かれた。あれでしょ、なんか歌舞伎町のホテルでしょ、俺歌舞伎町のラブホテルまだ行ったことないんだよね、行ってみたいわ早く、うん、誰か連れて行ってください、今から、いや、したことないマジで。ちょっとね、一番大事な人のために撮っときます。いや本当にしたから、本当に本当に、だからまず正直、いや飲むからじゃないんだけど、なんだろう、すごい奥手だから、なんだろう、なんかね、いや四捨五入したら童貞みたいな感じかな。童貞じゃないよ、いや、なんだろう、なんか童貞ではないけど、なんかもうものすごい経験少ないからほとんど童貞みたいな感じ、うん、ちょっとね、いろいろそうなんだよ、四捨五入したら童貞、これだけ覚えて帰っていってください、はい、今日は。今、ホスト歴はもうすぐ2ヶ月かな、うん、来月で、あ、もう来週ぐらいかな、うん、違うわ、仕事どうでじゃないよ。違う違う、ちゃんとお前と、うん、なんで俺赤裸々に話さなきゃいけない。ベタ、フェイクニュース。風俗ぐらいじゃないよ、うん、尊敬してるホスト、あー、いっぱいいるけど、誰だろう、誰かな、あー、なんだろう、僕漫画の主人公好きだな、あのホスト漫画の主人公がすごい好き、うん、なんだろう、ヤオとか、ディープラビアとかの主人公がすごい好きだな、うん、貯金はね、もういくらでも、アニメ程度、うん、なんだろう、もうコックが買えるぐらい欲しいな、お金、うん、うん、将来の夢はやっぱ起業することだね、スティーブ・ジョーズみたいな感じなりたいなって感じ、うん、そのなんだろう、まあそこそこ頭は良くて、勉強もすごいしてて、この経営とかね、あと、まあコンピューター系の、まあ、技術も私は身につけたんだけど、そのまあ喋る方とか、あと普通の人の気持ちがよく分かんないから、そういうのちゃんと何でかじゃないと何も成功できないなと思ってホスト始めました、はい、ヤオとかね、いや、ちょっと昔の漫画だけどすごい好きだよ、うん、なんかね、せいやさんが好きです、うん、ヤオ面白いよね、うんうん、好きなコスプレなんだろう、あ、和装好きだな、袴とか、その大正時代の学生服みたいなのがすごい好き、メープ、乗り場そう、やばいな、あ、じゃあ
本当にもうろくなコメントないな今日全く。あ、じゃあそろそろ CM 入ります。また後で。はい。コスプレってそっちのコスプレね。なんか自分がする方かと思ったわ。あれね、ただいま、プレイの一環としてってことね。うん、いや、なんだろう、いやーすごいマニアックだな、まだしたことないな。うん、ちょっといろいろ教えてください、ぜひ。うん、晴れの日に一言、俺は雪の方が好きだよ。うん、この本当にもう荒ぶってるな今日は。うん、よいしょ。私は雪が好きです。うん、雪無理、うるせえ、店来い。うん、好きなシャンパンに一言、愛してます。いや本当にね、なんだろうな、結構ね、なんかもうそろ結構さ、ナイチューブ番組で出させてもらってるからさ、なんかそろそろ店来てほしいよね。うん、そろそろ来てほしい。うん、ハチシャンパンまだなんですよ、シャンパン童貞です。指名もね、まだないです、指名童貞です。もう童貞ばっかだな。うん、萌えっと萌えっと擬人か。うん、諭吉に一言、諭吉は、福沢諭吉は汗だの敵、諭吉を見たら崩せ、以上。自社誤入したら童貞、そうそうそう、自社誤入童貞、よくこれ覚えて帰っていってください。はい、お前行ったじゃん。え、来たの、嘘。じゃあ行ってよ、これ見てる人なら、見てくれてる人ならさ。なんで指名もらえないか。逆に聞きたいわ俺も。あ、てかそうそう、なんか他のなんかオフトの同期に比べてなんか成長が遅いなって思ったから、その今日聞きたかったんだよね。なんか営業のコツというか、コツとしての心構えみたいなさ。いや、嘘、じゃあ、嘘、俺だって俺収録出勤だもん、でも絶対嘘。え、そうかな、いや、俺いるよ。バイトからレギュラーにしても、バイトからレギュラーになったからね、今。いや、もともとバイトだったんだけど、ちょっと思いのほかやりがいを感じて、ちょっと本気でやろうかなって感じ。うん、今レギュラーだよ、そう。嘘じゃないのに、ごめん、嘘じゃないの？じゃあ俺の勘違いかも。マジか。だけ今通ってるよ、週2、3ぐらいかな、授業。今も
まあ、あまり今需要ないから僕は、うん、ライフトースどっちが楽しい。あーこれ難しいな。どっちも楽しいからなんだろう、こう比較できないかな。なんか学べることがちょっと違うから、うん、どっちかだと極論で極論で、いやー俺ね、なんか早稲田大学をものすごくね愛しているからちょっとねもうすでにできない、うん、ちょっと情が深くてね、うん、なんだろう、すごいな、恩義を感じているからさ、うん、違うわどこをどう聞いたらホストになるんいや今のホストっていう仕事も僕今のお店もすごい好きだけど、出たフェイクニュース、勉強すごい好きだよ、うん、あなんか授業が全部好きってわけじゃないけど、なんか自分で勉強するのがすごい好き、楽しい。いやーでもなんだろうな、勉強ばっかでなんか話す方とかさ、お酒もあと女遊びとか全然してこなかったから、うん、ちょっとねそっちの偏差値は低いです。はい、そっちはね赤点ですね。はい、ネタフェイクニュース、そういうのやめてくれる？はい、面白いシステムだね。ホストを指名したら教授の授業を受ける。天才かよ。マジで？じゃあ来てよ。ちょっと指名道程奪ってやってくれ。うん、いろんな童貞をちょっと奪ってほしいわ、うん、指名するもらえそうだけどね、うん、いやなんか見るからにさそういうのしそうじゃないじゃん、うん、指名すぐもらえたらいいな、うん、じゃあください指名。まさに在学の芸能人、誰だろう、ああそうだな、俺が1年生の時は4年生になんか結城葵とかいたかな、あとなんだろう、あと羽生結弦とかフィギュアスケートの、あとは誰だろうな、あと SKE とかもいたかな、うん、結構ちょくちょくいるみたい。あそう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 、羽生君って早稲田のね、スポーツ科学部だったかな確か。多分俺と同期やった気がする、羽生くんは、うん、あそうそうそう、よく知ってるね、その窓まぎとかの結城葵、そう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 、学部一緒だよ、うん、結城葵さんと、うん、人生設計、人生設計、ホストでめちゃくちゃ稼いでいろいろスキルつけて起業をするで70億円ぐらい稼ぐ、以上。あ、福原早稲田だっけ、あ、いや、確かに早稲田だったかな、覚えてない。あ、でも友達じゃないよ、あ、羽生くんと友達じゃないよ、全然。早稲田5万人ぐらいに学生いるから、そんな、うん、みんな友達にはなれない。結城葵やられました。結城葵ね、やれたらね、もう恐れ多いわ、無理無理無理。アニメすごい好きだよ、うん、ね、夏目偉人帳とか3月のライオンとかそういうのが好きだったな、ハニーくん食っちゃったな俺、やばいな、うん、うん、どういうこと、俺が聞きたいわ本当、俺がそのあれね、パチ側かな、うん、そういうね、ちゃうわいやーそう、羽生くんと遊び行きたいよ、そっちは童貞だわ、そっちは童貞だわ、ヒッキュさんって何、分かんないな、プロ、そうなんだ、知らなかった、いい趣味してるな羽生くん、怖いな、もうすぐ下の話に持っていくんだからさ、この歌舞伎のお姫たち怖いわ、もう人望な青年には。
ええことやってないわ俺とめちゃん、いやハニー、お前と遊びだったんだ、悪いな、うん、ごめんなさい、ハニーくんそうだな、よいしょハニーくんね、というレベルで壊したらね、ハニーくんシャンパンめっちゃ入れてくれそう、うん、シャンパンタワーやってほしいわ、羽根くんちょっとシャンパン入れてくるのお待ちしてます、うん、単品なの今日、あ、テニアで滑らせフィギュアスケートだからね、テニアでね、単品なの今日、あ、そうそう、今日はね、みんな雪に負けました、うん、ちょっと俺一人で雪に勝ってきました、登校してきました、あ、出勤か、うん、羽根くんね、羽生くんのコンテンツ力、いやー同じダークでよかったわいいね羽生くん、あー、じゃあ相談、逆に相談したいわ、どうやったらさ指名もらえるんでしょうか、はい、なんだろう、なんだろう、うーん、面白い人とかがやっぱみんな好きなのかな、そのなんだろうな、あー、可愛い中身入れた方がいい、そっかそっか、可愛い中身か、枕一文字枕してもな、そう、上手に出したら、あー、すぐ出せないな、うん、もしバスラ落ちたら、いや、バスラ落ちるの考えてなかった、うん、童貞臭がやばいあ、もう1分前か、今日本当にありがとうございました、来週の MC は、ちょっと、来週受けまーす。はい。あ、じゃ、いいや、俺決めよ。やんぺち、やんぺちで。はい。指名やんぺち。うん。そうか。童貞臭か。そうなんだよな、何なんだろうな、この童貞臭さは全く、うん、そう出せない、うん、だから断る悩み中だったりしてな、309もっといろいろ体験したら、うーん、してみるか、あ、今日本当にありがとうございました、お疲れ様、また来週、お店来てね、指名してくれ、歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆっくりでーす、アンタッチャブル柴田です、よろしくお願いします、なんで僕が言うのアプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデーす、じゃあ番組が盛り上がるための一発芸、よろしくお願いします、どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ、